さん、こんにちは。桜祭り楽しんでますか？私も楽しんでます。次の曲は岡山雅彦さんの春うららという曲なんです。この曲は昭和40年今から49年前の曲です。皆さんご存知ないかもしれませんけども、これは春にふさわしい曲です。中の詩もちょっとよく注意して聴いておいてください。じゃあ春うららいきます。ワン、ツー、スリー、フォー。You are